ただいまより、街を面白くするフォーラム、コミュニティにおける知の創造と発信で、第2部でございますが、開催いたします。本フォーラムは、公益財団法人ハイライフ研究所と、青山学院大学社学連携センター連携研究センター、サクレの共同開催となります。私は、今回司会を務めさせていただきます、LLP 町コミュニケーション研究会の友田と申します。ハイライフ研究所の、研究活動に参画しております。今日はどうもこういう時間でございますが、皆様お集まりいただきまして本当にありがとうございます。では開会のご挨拶をサクレの所長、井口教授さん、井口教授よりお願いいたします。皆様こんばんは。青山学院大学社学連携研究センターサクレの所長を務めております井口と申します。大学にこのような施設があるということを、ちょっと新しいというか変に思われるかもしれませんが、私ども、青山学院大学はもともとそんなに地域のことをやっておりませんでした。きっかけは今から6年ぐらい前に、渋谷と原宿と青山の街づくりについて、私が、こういうプロジェクトをやりたいということで文部科学省に出しましたら、偶然というかなんというかそれが採択されまして、金を使ってもよろしいと。そういう時に、最初にやりましたのがこのセンター作りであります。お手元の資料にちょうど1枚当てていただきますと社学連携研究センターの概要も書いてございますが、その6年前のそういうことがきっかけとなりまして、まちづくりに、私ども山国大学が関わるようになりました。と申しますよりは、私は実は地元がここで、ここの町会の副会長も務めているぐらいですので、自分の世界に大学を引き込んだというわけなんであります。それで、その時にちょうどここの施設が大学の学生寮だったんですけれども、そこの実は寮館まで私やっておりまして、家族住み込みでここで、暮らしておりまして、私の子供2人はここで生まれました。それで、この地元のこの場所を、町との付き合いの中でなんとかいいものにしたいということで、この施設作りというかスタジオと言いますけれども、スタジオ作りに、尽力しまして、それで、一緒に番組を作ってた NHK の人も呼び込んでですね、こういう、スタジオというビルができました。ここで、私が考えましたのは、後ほどまたご説明させていただきますけれども、いろんな人の交流の場にしたいということでした。町と大学とメディア、この3社が交流できる場所にしたいなとということで、進めてみましたところ、これは一種の新しいコミュニティだなというふうに思い始めました。そうした中、ハイライフ研究所の方と巡り合うことができまして、いろんなことを話しているうちに、もしかしたらここを題材にしたら面白いんじゃないかと、あるいはここで、一緒になんかやりましょうよということで今日この場に至っているわけであります。今日2時間余りの中ですが、皆さんと一緒に楽しい時を過ごしたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。今回、ハイライフ研究所の方の研究テーマというのが2つございまして、それと、今日フォーラムこういう形で行ったという経緯をですね、ちょっと、ご紹介します。2つの研究テーマというのはパンフレットの方にも書いてございますけれども、最初にですね、この人間都市という、これ1970年に、大阪万博の時にですね、政府間のその展示にパネル展示されてたものがあるんですね。それが人間都市という本、これはクリストファー・アレキサンダーが提言という形で10の提言をしておりますけれども、この内容から40年経ってるわけですね、今年で。その40年間、多分その1970年の当時の人間都市、
その提言の内容を読んでみるとですね、全く現代これは解決されてないというか逆行してたんじゃないかなというような、そういうようなあの内容なわけですね。でこれは40年後我々がですね、あのこれから、まあ、定常化社会というふうに言われております。これはあの千葉大 の, あの広井先生がですね、コミュニティを問い直すという本で、まあ、提言されているんですけども、定常化社会に向かう中でやっぱりこれからコミュニティを見直さないといけないだろうということなんですね。で、まあ、2010年、私たちはテーマ1、テーマ2、テーマ1はあの新世代コミュニティによるまちづくりということで、その最先端を行っている、アスタジオの活動を研究させていただいて、実践でどのようにそのコミュニティであの大学とかあるいは学生が、地域で活躍しているかということをレポートしたいと。でテーマ2の方はそのコミュニティのリハビリということでですね、今はもうコミュニティがだんだんその、まあ、危なくなっている中で、まあ、復権をするというかですね、リハビリをしていかなきゃいけないんじゃないかと。でそういうことを活動をしているいろんな事例をですね集めて、でそれをアーカイブしようというようなそういうあの研究なんですね。でその2つの間の中にプラットフォーム、プレイヤーの育成って書いてありますけど、こちらはですねその、コミュニティ再生というふうに言ってもですね、なかなかそれをその土俵に乗せるという作業は大変なことだと思うんですね。で同時にその活躍する人たちというのがですね、あのどうやって育っていくかという、そういうことが共通項としてあると思います。ですから今回のフォーラムはそのプレイヤーの育成に際してですね、あの難しいことをやってもなかなかあのハードルが高くて前に進めないんですけど、面白くするというキーワード、これで、多分いろんな方々がですね、観客だったのがプレイヤーとして参加できるようになると、そういう仕組みがあの行われている場面ではないかなというふうに思います。で、まあ、チームビルディングできることがあの第一歩ですね、そのコミュニティ再生、まあ、復権のためには第一歩ではないかなというふうに思います。ですからその面白くするという言葉の中にはあのかなりこれから重要なあの事柄がたくさん入っているのではないかなというふうに思います。ということで、まあ、今日、3名研究、我々1年間やってるんですけど、研究をしているメンバーの中で、3名のその面白い研究成果というかですね、中間報告になりますけど発表していただこうと思っております。じゃあ自己紹介をお願いいたします。あの読売広告社都市生活研究所の榎本です。私は今日はですね、あの街を面白くするということで、実はシビックプライドという研究をしておりましてですね、まあ、あのこれはあの東京理科大の伊藤先生という方を中心にしてですね、しておりますので、その研究成果をもとにして、お話を差し上げたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。東京都市大学建築学科の小林です。私は建築学科の学生と一緒にストリートウォッチングと街遊びという活動をしています。でその活動について今日は報告させていただきます。よろしくお願いします。街コミュニケーション研究会の大竹です。今日はアートと祭り、あるいは祭りとアートというテーマで3つぐらい取材したものがありますので、それを報告しつつ、議論ができたらと思います。よろしくお願いします。この、ステージというかステージじゃないんですけど、フラットなんですけど、こちらのコーナーと客席の間の壁はなるべくあの作らないように、まあ、やっていきたいと思いますので、私の方もですね、司会というよりも一緒にあの説明されているところにちょっとあの質問を入れたりとかっていうことにあのしたいと思います。ですから形式ではなくてですね、かなり自由な形でのあのセッションという形でやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあスポットのちょっと落としていただけますでしょうか。じゃあ井口先生、よろしくお願いいたします。